井井上上和和君、はい、希望の党の党です、えー、今回の海外調査は、国民投票が調査テーマの一つでありましたので、えー、この国民投票に関連する国民投票法改正案について、意見を述べさせていただきたいと思います。もう昨年6月に、えー、提出されました、投票環境の向上を図るための国民投票改正案、これについて CM 規制の議論を今後、どのように進めていくかで、 まあ与野党が合意できずに、え残念ながら今国会でもいまだに審議採決が行われておりません。私としてはまずは趣旨説明も既に行われた国民投票改正案、これについて審議採決し、その上で CM 規制のあり方をしっかり議論すべきとの考え方であります。え国民投票の改正については、 平成28年に投票環境の向上を図るために公職選挙法が改正されたことを受け、それと同様の規定を、同様の規定の整備を国民投票法において行おうとする、まあ、極めて技術的な改正だというふうに思っております。え改正案では7項目の改正事項を定めておりますが、まあ、それぞれの事項については、もう基本的には前回一例で可決された公職選挙法並びの改正となっております。 7つ申し上げますと、1つ目は共通投票所の創設です。この共通投票所は、投票日当日に、投票日ごとに設けられている既存の投票所とは別に、市町村の区域内のいずれの投票区に属する投票人も投票することができる共通投票所を、例えば駅構内、ショッピングセンターなどに設置することができるようにするものです。 二つ目は、既実前投票の自由に、天才や悪天候の場合を追加したこと、投票者の利便性を高めるために、既実前投票所の開始時刻の繰り上げと、終了時刻の繰り下げを、それぞれ二時間の範囲内で、弾力的な時間設定ができるようにするものです。三つ目は、投票所に入ることができる子供の範囲の拡大で、これまでは投票所に入ることができる子供は、 幼児に限られていたのを、主権者教育の観点も踏まえ、児童、生徒、その他の18歳未満の者にも拡大するものです。4つ目は、養生投票の対象の拡大で、ファクシミリ装置を用いて投票する養生投票を、弁宜知的選の選員や、実習のために公開する水産学校の学生や生徒などにも対象を拡大するものです。 5つ目は、繰延投票の記述の告示の期限の見直しです。悪天候等により投票を行うことができないときなどに行う、繰延投票の記述について、これまでは告示の5日後以降に行うとされていたものを、告示の2日後以降に設定できることとし、これによって、繰延投票を早期に実施できるようにするものです。6つ目は、個人情報保護の観点から、 投票人名簿等の覧覧制制度度ををを廃止しし閲閲できるる場合を明確化限定した閲覧制度を創設することですこれは投票人名簿の内容確認手段を公職選挙法と横並びにするためのものです。そして7つ目は、国外に住所を有する投票人に関する在外投票人名簿への登録についての規定です。まあ、これに関しても非常に技術的な改正となっております。 繰り返しになりますけれども、以上の7項目は、いずれも投票環境の向上を図るための改正で、すでに改正されている公職選挙法と横並びにする技術的なものです。憲法改正の是非、憲法改正の内容については、各党会派で考えは違ったとしても、国民投票法は憲法自体が必要としている基本的な法規です。 国民投票法に改善すべき点があれば、速やかに改正することは当然のことではないかと考えております。7項目の改正内容については、基本的には各党、各会派の反対はないはずですので、国民投票法改正案の早期成立を求め、私の発言とさせていただきます。 それでは発言を希望される委員はネームプレートを立て,ていただきたいと思います。